はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015高山俊侍道パート10かな、やっていきたいと思います。今回はソフトバンク3連戦となっております。今の難易度なんですけどね、難易度はパーフェクト93のパーフェクトですね。そろそろ、スピリッツに行くんじゃないかというところですね。ということでね、せっかくだし上げとこう。あとね、23万しかないんですけど、こっちは何万、5万かかって、こっち7万もかかるの。はぁ、はぁって感じですが、やっていきましょう。よし、武田投手か。頑張っていこう。じゃあ鳥谷さんに話しかけておきましょう。鳥谷選手もね、少し調子上げてきてほしいな。オーダーはこんな感じです。お、岩田選手。また新しい人いる。ギブッツ、ね、まあいいや、やっていこう。ね、あのスポルトってあれ最終回を迎えたんだね。あの全然知らなかったんですけど、 YouTube に出てへーと思って。でなんかよくスポルトで100分の1ってやってるじゃないですか。あの変化球部門とか、まあその速球部門とか、バットコントロール部門とか、まあいろいろやってて、ね、武田投手はそのカーブ、変化球部門で何位だったっけ、1位だったっけ、2位だったっけ、なんかそれぐらい結構上位の方に出たと思うんですけど、なんか武田投手のカーブってさらに曲がってるらしいね。まあ、見てても分かるんですけど、うん、うわ、ギブッツファースト持ってる。岩田投手が先頭を抑えたってことは、いい形の立ち上がりができてるのかな。ね、その森選手がそういう話をしてたんですけど、カーブってこう曲がってきたらこの辺だっていうコースがあるらしいんですよね。でそこをこう一瞬ボールが上に消えるからその辺で待ってるって言ってたんですけど、武田投手のボールはこの辺に来るって思っても全部ワンバンになるらしいですね。すごい、これ回転量がすごいのかな、どうなんだろうね。まあ、何がすごいかは回転量なのかな。そのカーブの仕組みっていうのは全てを理解してるわけじゃないんですけど、多分回転がすごいからこそ曲がるんだろうね。まあ、あとはね、松井裕樹投手のチェンジアップとか、その辺がランクインしてたんですけど、松井君もすごいよね。そのなんか左ピッチャーって普通だいたいこう作り方的にスリークォーターからだいたいの人が手が出てくるみたいなんですけど、松井裕樹君はあの前世紀の松坂投手と右左逆にしてみたら全く同じようなフォームしてるらしくて、なんか左投手からしたらこう珍しい投げ方で、あそこから思いっきり手を振ってくるから、まあ打てない、ね、先発の時なんで抑えられなくて急に抑えになって打たれ、先発の時めっちゃそれなりに打たれててね、急に何千に、抑えになった瞬間に打たれなくなったのかっていうのはちょっとよくわかんないけど、まあ、研究もいろいろあったでしょうし、まあ、性に合わないっていうのはあるんでしょうけど、まあね、先発だったら少しこう抑え気味に投げないといけないところも、まあ抑えであればね、まあ、全力で、全てはバッター相手に全力でいけるってところら辺もいいのかもしれませんけど、まあ、あんだけ腕振られてね、スライダーも投げられ、ストレートも150キロ近く超える時もありますし、チェンジアップも投げられてなってくると、まあ打てないよね、普通に考えても。すごいよなと思います。自分より若い投手がああやって頑張ってると思うとね、なんかちょっと自分が情けなくなってくるんですけど、まあでもね、まあ、それまで培ったものが違うで、お、待って、アルフォードって車の名前か。アルフォードってチョコレートじゃない？もうちょっとなんかネタだよね、本当に新外国人の名前が。まあいいや。よし、じゃあやっていきましょう。第2戦目。投手は千賀投手ですね。千賀投手はもともと、育成選手だったんだね。知らなかったんです。これも YouTube 見ててね、載ってて、その、千賀投手の成長がわかる、その育成の時の映像みたいな。あんなどっから持ってきてるんだろうね、ああいう映像って。その、ネット上にあるものを引っ張り出してきたのかな。福岡ヤフオクドームです。そういうのってね、
著作権に引っかからないのかなっていつも思うんですけど、まあ、それはいいとして、確かにね、まあ、千賀投手といえばストレートとフォークボール、あの速いストレートとすごく落ちるフォークボールが武器ですけども、その時はね、なんかちょいちょいスライダーでピョンって投げたりとか、なんかストレートもそんなに速くなかったりとか、あの本当に成長してるなと思って見てました、うん、そんなあの藤川投手もそうなんだけど、そのなんていうかな、体の仕組み的にその130キロそこそこの人だった人がボールを投げる人が急にそんな150キロ後半みたいな投げるボールを投げれるようになるのかね。僕もそのね、そのすごいウェイトトレーニングをしたわけでもないですし、ね、何かこう何かしてきたわけでもないので、もったいないないので全くわからないんですけど、ね、藤川投手は一番それに当てはまってるよね。ありえないよね、普通あんな100、ね、先発の時に130キロ本当にそこそこぐらいのピッチャーがナイバッチ、あんな150キロ後半でね、うなるようなストレートを投げれるようになるもんだよね。すごいなと思います。人間やってみな分からんのが多いんだよね。まあ、そのテラフォーマーズっていう漫画、あのゴキブリ対人間っていうあの漫画があるんですけど、これ今度映画化されるのかな、まあ、全巻持ってる、まあそのナイスバッチ、ゴキブリをね火星に送って、でそのゴキブリがそのアウトか、もったいない、そのゴキブリがね火星の過酷な状況環境の中で進化して人間のような姿をしてものすごく能力が上がる、まあ、言ってしまえば等身大のゴキブリ、まあ、こんな話を、もし食事中の方がいたら申し訳ないんですけど、まあ漫画なんでね、等身大のゴキブリになって、まあ、等身大にゴキブリをもし等身大になったとしたら、まあ、速さ、足の速さとか化け物だし、ね、あんなちっちゃいのあんだけ速いわけです、飛べるし、あの力強さっていうのも尋常じゃないらしいですよね。普通にも人間の、首なんてへし折れるような、力を持つ、だから虫とかが本当にね、人間大になると恐ろしいっていうのはよく言われるんですけど、でそのゴキブリがこう日本にこう襲ってくるのを止めるために、阻止するために人間が改造人間、いろんな虫、いろんな昆虫とか、まあ、いろんな動物とかの能力を経て、昆虫が多いのかな、を能力を経て、まあ、人間大になった、例えばカマキリが人間大になったら、まあすごいね、腕力がすごいってことはわかるじゃないですか。まあそんな感じで、まあ、そういう物語なんですけど、まあ、そこでね、まあ、前置きが長くなったんですけど、ナイバッチ、人間のその人間って普通のこう動物、例えばライオンとかチーターとかそういう系、まあいろんな動物いますけど、鳥とかね、まあそういうのってものすごく力強いじゃないですか。トラとかね、チーターものすごく足が速いですし、そういう進化ではなく頭の方にこう脳の方にね、そういう成長がいったので、こう自分を守るそういう能力が低下していったらしいんですよね。でも動物にも負けないものはそのスローイングの能力らしいんですよね。人間にとってこの蹴るのでもなく一番強いのは人間にとってこのスローイング能力、あえてしまえば野球で投げること、まあ多分ね、あの動きと一緒だと思うんで、テニスでいうサーブとかバドミントンのあのスマッシュとかね、バレーでいうあのボールのサーブ打つとき、アタック打つときと同じような感覚だと思うんですけど、ああいう力が一番人間にとって強いんですって。だから、野球をコンセプトにしたところもあるんですけど、まあ、すごく面白いんでね、言葉で言うだけでも伝わらないので、うん、見ていただければ嬉しいなと思う。まだね、関数的にも10巻11巻ぐらいなので、まあ、集めやすいんじゃないかなと思う。まあ、知ってる方は多いと思うんですけど、まあ、もしよければね見ていただけたらいいかなと思います。うん、てかオールスター1位だったね、嬉しい。やっぱヒットが出てるね、すごく気持ちいいですね。プロスピって本当ヒットが出ると気持ちいいよね。まあもちろんそりゃそうなんですけど、なんかあのパチーンって音がいいよね。あのなんかベッって音よりもなんかパチーンって言ってる時の音がすごく好きですね、プロスピは。うん、まあそのねバドミントンの話とかに被りますけど、
まあ、直人くんがね、僕と一緒にプロスピー等々の実況してくれてる直人くんが、中高バドミントン部だったのかな。で、普通に近畿大会、高校の時、近畿大会。で、かなり上の方まで。結構本当に有名。だって大阪では多分おそらくそれなりに有名なバドミントン選手だったんですけど、もったいない。ね、最近そのバドミントン賭博裏カジノがこう発覚してね、22歳の、桃田選手だったかな、ね、一番、最近の、ランキングでは世界ランク2位、ね、すごいよね、2位って普通に考えてみます。あの錦織くんですら6位、最高でも4位だった、5位だったって、まあ、それぐらいのに、その桃田選手はアウトか、2位ということで、まあそのね、直人くんは、ここまですごい選手、日本人の選手出てくることはまずないって言ってましたから、相当すごい選手がこれ出てきたのにもかかわらず、なんかその裏カジノで問題になったのも、やったのも、それをやったのも去年の話ぐらいらしいんですよね。だからすごく今更感があるような情報らしくて、うん、それがもうなんかものすごくアウト回もったいない、今日暴走多いなやらかした。ヒットは出てるけど暴走が多い。まあそういうことでね、まあ賭博ってまあ今一番言われてますからね、まあ戦力も良かったなっていうのはあるんでしょうけど、ね、おそらくその22歳バドミントンを精一杯頑張ってきた、まあお金はねもちろんあるんでしょうけども、これ面白いよ。よし、まあその中でおそらくね先輩とかのこう誘いにまあの便乗したっていう形にはなるんでしょうけど、無期限の処分っていうのはちょっとひどいよね。そんだけこういう将来有望の選手を、もちろんね罰則は厳しくなんでしょうけども、そのオリンピックにもう出るって言ってる時にね、まあもちろんオリンピック出るって言ってる時にこそそのね検査が入ったんでしょうけども、なんかこう作為的なものを感じるよね。その去年のことをわざわざ出してきて、知ってたってこと、調べれるってことは知ってたってことでしょうからね。もちろん監視カメラがどうのこうのって僕もそんな詳しくは知らないですけど、なんかすごくそういうのを見てて、もちろんそれはちゃんとしないとダメっていうのはわかるんですけど、なんかそういうオリンピックで今まで頑張ってきた選手のことをないがしろにするっていうのも、まあそれプロ野球も同じことが言えるんでしょうけども、なんかねその去年のことを今更と思うと、まあ、もちろん賭博もそうなんでしょうけどね、発覚したのはあの後の話なんでしょうけど、なんかその世界ランキング2位って聞くともったいないなと思っちゃいますよね。まあね、話したいことは山のようにあるんですが、この3連戦も終わったので今回はこれぐらいで終わりましょう。2試合連続猛打賞ということで、まあ、かなりね脱弾ばっかりになってますが、ヒットは出てるからね、それも流し打ちも、まあ、引っ張りの方でもそれなりにヒットが出てきてくれてるっていうのはすごく嬉しいことなんじゃないかなと思います。まあね、なんやかんや打率も4割2分8厘まで上げてきたということで、まあ、すごくいい形で来れてるんじゃないかなと思います。そして、次回は交流戦最終カードのオリックス3連戦やっていきたいと思います。京セラドームだね、僕京セラドーム好きなんでまた大暴れしたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さよなら。